ぼくりです。トレクルやっていきましょうということで、今回はですね、決戦ハンコックの当倍チャレンジをやっていきたいと思います。で、110体かなで、ちょっとまあこの中途半端な数は、ちょっと後半でね、なぜかっていうのをちょっとお話ししたいと思うんですけれども、110体を突っ込んでいきたいと思います。でですね、特に何もまだ入れてはないんですけど、レベルが上がってるのは、亀さんとか入れた感じですね。で、今回つけたい解放は、ヒッターンとマイターン、あとはマップダメージ耐性ですね。はい。その3つをつけていきたいなと思っております。で、マックスが14ターンみたいなので、はい。まあ、ちょっと数が多いんで、一気にちょっとバシバシいきましょう。ドン！お願いします。最初の5体。買ってくれるかな？お願いします。よし！ 1 来た。オッケーオッケーオッケー。順調。お！すごい。すごいすごい。まあまあいいでしょう。解放が一旦に。よし。素晴らしい。素晴らしい。お、出だし好調ですね。なかなか出だしが好調。で、マップダメージと、あとは毎ターン回復。まあちょっと早めにね、揃えたいなっていうところがあるので、お願いします。お願いします。ここで上がってくれたら嬉しいな。よし、すごくない？すごい、なんか変な声で言って。うん。うんうんうん。マップダメージと、一旦。オッケーオッケー。あ、一旦来てないか。あ、ごめん。勘違いした。でも、マップダメージが、1と、一旦が2台ですね。で、15体目いきましょう。お願いします。ここも上がってくれたら嬉しいな。まあ。まあ、そうでしょう。うん、大丈夫でしょう。はい、毎ターンマップダメージ、OK。ありがとうございます。よしよしよし、順調順調。うん、3の2ですね。3の2。あと、マップダメージじゃない。毎ターン回復が来てない。ちょっと早めに出しておきたいところ。お願いします。頼むぞ。結構ね、ハンコック回るの大変なんでね。はい。あ、終わってた。終わってた。終わってた。見てなかった。マップダメージ、あ、マップダメージだけ。オッケーオッケー。まあいいでしょう。うん。オッケーオッケーオッケー。順調、まあ順調なのかな？順調なのかな？そう、かなり、あ、でもまだ結構いるんでね、大丈夫でしょう。うん。終わりにしたいところなんですが、お願いします。来てください。お願い。よし！来た。1、1、2、2、2。よし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 。よし、マップダメージ、毎ターン、おお、すげえ、これすげえ。マップダメージに、毎ターンに、反撃した。すごい。一旦が、お、マップダメージ終わりましたね。オッケー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 。うん。で、一旦が2と、マップダメージ、あ、毎ターンが2ですね。おお、すごい。結構順調ですね。ハンコック、バカ強なので、ね、あんまり数を増やしたくないんですよ。お願いします。よし！ 1上がりでも十分。はい。はい。はい、次行きましょう。ちょ。結構ね、時間もね、短く抑えたいなと思っておりますので、お願いします！ハンコック先生。先生なのか？先生です。上がりません。うん。あら、ちょっと。前半飛ばしすぎた感じですか？もしかしてこれは。ショックだな。でも、まあ、まだいるんで、大丈夫かな。うん。お願いします。上がってください。お願い。あー、調子悪くなってきたね、だいぶ。すごいな、これ。すごいな。ちょっともう、どんどん行きましょう。あー、全然来なくなってしまった。解放も。必殺技レベルもだいぶ来なくなってしまって、ここ！お願い！びっくりした、今上がったかと思った。お、毎ターン2。よし。で、あと1ですね、毎ターンは。素晴らしい。必殺ターンがあと2かな。よし。でもまだいるんで大丈夫でしょう。うん。頼む。お願いします！お願い。あってー！上がんない。うん。はい。解放が闇。一旦があと2。毎ターンがあと1ですね。はい。ドン！お願いします。頼む。よし！あ、レベルマックスになってた。全然気にしなかった。はい。あー、ちょっとやばいな。まあ、今1上がってくれたのは嬉しいんですけど、解放がだいぶ、まあでもまだ大丈夫かな。ちょっと気になっちゃう、この残りの数が。お願いします。頼む。あー、ダメだ。おーっと、一旦来た。おし、マイターンがこれで終わった。終わった。よし。終わった、終わった。一旦。はい、次。あと1対1。頼む。上がってくれ。よし。1来た。2。あー、もう2は無理か。しょうがない。よし。解放は。まあ、解放は、マックスになるともう出なくなった仕様に。出ない仕様に変わったのでね。はい。その辺はいいんじゃないですか。もう。まあ、まだ、まあ、まだいるので、行ってください。お願いします。頼む。上がんないなぁ。ちょっと辛くなって。よっしゃ、ひったきた。ひったんきだ。よっしゃ、オッケー。これで、解放は終わりました。で、まあ、これにした理由をね、ちょっと後半でお話ししようかなと思っているので、はい、お付き合いください。よし。今回ちょっとスピーディーに行きたいのでね、お願いしますよ。あ、上がってる。上がった。ちょっと水なくて。よし。オッケー。いいよ。いい感じ。来てます。あと残り、まあ、だいぶ減ってきたけど、まあ、頼むよ。お願いします。しんどい。だいぶ減ってきたね。うん。だいぶ。やばいね。よし。ゾン頼む。あー、辛いな。あー、だいぶ減ってきた。やばいぞ。よし、頼む。上がってくれ。辛い。14ターンだから。辛いぞ。あと20体ぐらい。ですか？20体ぐらい。お願い！がー、やばい。ちょっとこの勢いよく入れるのやめた方がいい？いや、でも待って。時間が。あと15体ぐらい。20体ぐらい。頼む。お願いします。上がんねー。ちょっと待って。上がんない。え、これ、違うハンコック入れてる？もしかして。ヘスゲンの方入れてる？そんなことないよね。え、そんなこと？あ、ちょっと待った。これ、飯馬動画になってる。完全に飯馬動画になってる。辛い。マジか。もういない。頼む。え、嘘やん。嘘だ。マジで？こんなに上がんないことある？ちょっと。終わったけど。はい。ということで、戻ってまいりました。でですよ、皆さん、終わりました。ありがとうございます。まあ、解放はですね、動画の部分で終われたので、あとは、まあ、必殺ターンのレベル上げということで、もう、はしょっちゃいました。カットです。はい。カットしちゃいました。で、まあ、マックス14ターンということで、はい、あとですね、結構比較的すぐシャキンと上がってくれたんですけど、まあ、大変ですね。周回が時間かかるっていうのと、まあ、ちょっとミスると道中でも死ぬっていうところで、なかなか、まあ、難しかったんですけど、うん。まあ、でもなんとか終わってくれてよかったです。で、もう一度、ちょっとご紹介すると、まずですね、先ほどの部分でご紹介ちょっとできなかったところ、ログルフィ、これ2体目です。はい、で、解放がもう完全サポート役になってるんですけど、この船長、こっちの方を船長にすることによって、これがつきます。で、さっき見ていただいたと思うんですけれども、はい。フレンドさんの力をフルに使って、はい。かなりなかなかいい解放がつくんじゃないかなと。で、例えば、フレンドさんが、毎ターン回復、船長効果無効、封じ耐性、必殺ターン短縮をついてると、必殺ターンがレベル2マックスで、耐性がレベル3でマックスで、毎ターンがレベル3ということで、はい。で、例えば、実のついてるフレンドさんの場合でも、実力はレベル3にはならないんですけど、この筆端と封じ耐性、船長効果無効のところは必ずマックスになるように調整してあります。はい。で、その他にマップダメージ耐性。これは、ルフィとハンコクの、解放のおかげでつくという感じです。で、まあ、今後のダンジョンだったりとか、特訓の森で、こういうマップのダメージのね、筋肉が増えてくるんじゃないかなと予想してつけております。なので、まあ、来るかわかんないんですけど、まあ、光ってくれたらいいなと思うところでございます。はい。で、あとはまあ、おまけ程度なんですけど、時1だったりとか、まあ、その辺も発動するように調整してあります。はい。こんな感じです。で、一応ですね、自分の場合は、ここ、さっき、ウソップだったと思うんですよね。はい。で、ここを、例えばさっきみたいに、ミホークだったりとか、イワンコフ。で、この3体ですね、この3体。例えば、封じ、船長効果無効を、実路筆端。この4つをつけてるキャラだったら、ここのミホークとハンコクのところを入れ替えすることができるので、それでこれが全部つくという調整をしてあるので、はい、なかなか、融通が利くと、まあ、そのダンジョンでね、っていう感じで作りました。はい。まあ、ちょっと大変なんですけど、解放。まあ、でも仕様が変わったので、はい、なかなか、まあ、よりかは楽になったのかなっていう印象です。はい。ということで、今回はですね、決戦ハンコクの必殺技レベルと解放をやってみようの回でございました。はい。で、110体集めてきたっていうふうに、初めね、お話ししたと思うんですけど、なんでそんな中途半端かというと、おっと、はい、彼女ですね。フェスゲームの方、まだ終わりにしてなかったんですけど、はい、この子、相当頭が良くて、40体プラス、ちょっと秘伝の書をぶっ込んじゃいました。で、ぶっ込んで終わりになりました。はい、こっちを先に終わらせたので、110体っていうちょっと微妙な数だったんですね。はい。よかった、終わってくれて。ということで、はい、今回は、まあ、密かにね、フェスゲームと決戦、両方終わりにしちゃいましたっていう感じでございました。で、最後にですね、今年、2015年の動画、これが多分ラストになると思います。で、もう一つ29日からですね、新しいダンジョン来るんですけど、ちょっと動画撮ってる時間がなさそうなので、はい、この動画で、自分の動画はちょっとラストになると思います。で、来年ですね、お正月の、スゴフェスから放送をやる予定です。で、今回2日間あるっていうことなので、まあ、1日か2日。で、1日に極力やりたいんですけど、まあ、ちょっとバタバタしてる可能性もあるので、その場合は2日にやりますので、はい。それは30、31ぐらいまでに、予定をちょっと合わせて、はい。一応ね、その放送ページとかも作りたいなと思っておりますので、ぜひ遊びに来てみてください。ということでね、今年からですね、8ヶ月ぐらい経つんですけど、まあ、トレクルの動画を上げさせてもらって、まあ、その他にもね、ちょこちょこ違う動画上げてるんですけど、まあ、メインがトレクルになっちゃったという感じです。で、まあ、いろんな方に見ていただいて、はい、まあ、来年もですね、こんなペースで、マイペースにやっていきたいなと思っておりますのでね、ぜひ、来年からもまたよろしくお願いいたします。はい。で、最後に、これ見てください。ドゥン、ドゥドゥン。こっちか。ドゥ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 ン。はい。前売り券を買ったよっていうお話。でした。では、なんかグダグダになっちゃいました。けど、最後までご視聴ありがとうございました。また来年お会いしましょう。2016年で。さようなら。グリでした。バイバイ。またね。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね、上げていきたいと思っておりますので、どうかチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はですね、動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいて、スマートフォンの方は、動画の下にですね、チャンネル登録ボタンがありますので、そちらをクリックしていただくとチャンネル登録ができます。もしよろしければポチッとお願いいたします。そのポチッとがね、動画を上げる糧になりますので、どうかよろしくお願いします。それでは、ぐりでした。バイバイ。またね。